え、待って、コバエめっちゃ引いた引いたった。え、1週間以上経ったよ。ほなに待って、リンゴ、え、なに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 、写真すごい。これあれじゃない、このストーカーの、え、ここどこ、あ、何、わし、わしが、え、わし、え、来た、ウーバー玄関前に置いといてください。どうするこれ、なんかネクロちゃんどうしようこれ、いけえ、あ、いない、いない、怖っ。あ、雪が積もってる。あ、でもちょっと溶け始めてる。そうやんね。うん、なんか足音する。なんか足跡ない？え、足音じゃない？え、自分の足音これ。え、めっちゃ怖い、後ろついてきてないこれ。え、そういうこと？ほら、ほらほらほら、え、え、歩いてるよ。え、え、これ、え、行ってみる？どこに？この音の方に。いや、マジですか？いいっすよ。多分、なんもないんじゃないですか？え？あ、大丈夫ですか？あ！あ、なんかいる！マッスル、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 いくよ、マッスル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 、いや、なんやねん、だからマッスルの自主練だろ子供が遊んでるだけか。オッケー、できたっす。ねえ、はい、こんな時間に店のアンテナを修理しているの？え、アンテナですか？いいえ、どうしてですか？お店の屋上に誰かがいるのを見たから。探偵か？本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話してみますね。その方がいいわ。怖っ。え、すっごくゾッとしたから。え、上にいるってこと？上？え、これさ、上見上げたら実は穴が開いておりまして、そこからこう目が見ておるとかないかね。え、マネージャーで、あ、電話かけるか。客待たせてるって出てるわ。え、はしごを使って、はしごを使って屋上を確認するって。はしご、はしご、あ、これか、あれだ、左の。え、なんだ、行くんかい。いや、行くしかなかろうもん。どうやって、ね、なにこれ、はしごを置く。うわー、ザワザするわ。なんだなんだなんだ。え、え、誰もいない。え、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 あ、これあれや、鍵で入れなかったとこや。ああ、え、あ、あ、あ、ここに住んでたってこと？ストーカー？そうだ、で、ずっと鍵閉めて。あ、だからなんか牛乳をしてたの？ああ、店を閉める。わ、しかも写真いっぱいや。これはこのレジか。閉店作業だ。看板をクローズにする。うわー、てか探偵どこ行ったん？探偵、あれ、ひっくり返すね。うわー、え、確かに、え、うわー、うわー、え、怖っ。い
やばい、あっちのドア閉めないとじゃない、あっちのドア閉めないとじゃないのこれ。なに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 、どうしたらいいの、どうしたらいいの、何もできない、何もできない、助けて、出てる、出ちゃった普通に。え、あ、まあそうっすよね、ここにはしご置けたよ、はしごが置けた、はしご置けた、置けた、はしご置けた、で、あ、で屋上に登れる、あ、でレンガを、よし、殺人だ、わかってもいい。え、そのさ、え、これどうすんのこれ、どうすんのそれどうすんの、これどうすんのこれ、おまるで今ここも、あ、いる、え、ほれマジで、いや、躊躇ね、躊躇ね、あいだこれ殺人罪に問われる、この場合ストーカーより殺人の罪の方が重いから、はぁ、世知辛い世の中やな、難しいな、被害者が加害者になる瞬間を見てしまったえ、人を殺めてしまった、え、え、あ、それしかなかった、殺すつもりはなかった、え、ただ怖くて、私はすぐに警察へ駆け込んだ、警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラズコーヒー店へ、え、いなかったらって、あとのことは任せてくれと言った、そして仕事に戻っていた、これでもう全て終わったのだ、え、いや終わったんだろうか、果たして、え、てか、あ、いや生きてていいな、うん、家帰ったらおるんちゃうこれ、やばいねこれ、家、今は家でゆっくり休みたい、やばすぎる、休んでるやつおるって絶対、家でゆっくり、隣の家それでこじ開けようぜ、うるぇ声、あ、え、入る、入れる、あ、そっか、車はあれか、バイト先にあんのか、あ、そうかそうかそうか、そうだ、警察が来てどうたらこうたらだったから、いやもうね、この間にさ、鍵開けて出たよね、うわ、そっか、あ、うわ、そっか、ちょっと待って、台所、キッチン、なんかいろいろ探して、あ、バレたで、もう、あ、それベランダに、ん、あ、主人公、あ、主人公、うわうわ、あ、うわ、びっくりした、もう、あ、もう魚眼レンズ、えぇ、ー、え、あの子どうなったん、わ、ガッチマンさんいる、ほんとだよ、え、ガッチマンさん出演してたの、あ、いや、なんかスポンサーです、スポンサー、あ、スポンサーか、そう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 、毎回ね、うん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 、え、これバッドエンド、玉木くんだろ、え、エンド何個かあんのかね、だいたい結構チラツアートって何個かエンディングあるから、あ、じゃあ家の中にストーカーがいたエンドだ、あれはバッドエンド感あるけどな、でも殺されちゃうのもあったしな、いや、てかあの上からレンガ落とされて生きてる、それでもなお押し入れに隠れれる、いろんな意味で強いな、ねえ、怖っ、ハッピーエンドなんて、あ、グッドエンドないらしいよ、ないんだ、3つあるらしいエンディングが、ハルコンさんとかみたいな、いやふわひらとおよしこっかしあ、これでも俺のトゥルーエンドらしいよ、一応、あ、そうなんだ、うん、トゥルーに感じないトゥルーエンドやな、あと1個エンド見つけてほしいって言ってるよ、え、嘘、なんの、
レンガを落とす躊躇のなさに笑った。もうなかったよな、全然。やられる前にやらねば。